はい、ということで始まりました。リボンさんが参戦したということで、ST リーグ、ゴチュー断面と。ゴチュー断面です。ゴ球断面。はい、ということで、リボンさん、ゴ球断面。うん、ありがとうございます。バファローズをメインに使っていく。そうですね、前回使ったの。わかりました。4名作ることができますので。はい。おー。自由にやってくださいね。楽しくなってきたね。あと1球団でもうね、一つのリーグみたいになっちゃいますけどね。そうだ。はい。で、打撃チームが欲しいんだよね。そう、打撃メインで、まあ投手もちょっと取りたいなとは気が欲しいので、ね、内野が弱いような気がするんですよね。外野はいりますか？外野は吉田いるじゃないですか。いらないですね。あ、ロメロもいいんだ。外野はいない。あ、いらないんだ。いらないで、内野を固めに行く。内野で、まあ、ある程度打てるやつ。俺、結構外野1人、内野2人、投手1人。それはあなたの考え。そうだ、それはあなたの考え。え、でもいいと思う、それでも。それはあなたの考え。知らんぞ、お前負けても知らんぞ。まあ、リーグのね、第1回準優勝チームですから。まあ、まあ、それだったらそう取るかな、みたいな。それ従うのはね、一気に触るっていうか。じゃあ自分で決めろ。今自分で決めてるんですよ。決めろ。じゃあ誰取りますか。内野で…テスト。お、テストいるよ。お、テスト。おー、テスト。そう、絶対テストね、取った方がいいと思った。テスト入りました、テスト。おー、テストがついに入りましたね。はい、一人目。あ、じゃあドラフトね。第1巡選択肢。いや、もういいやろ。いやいや、行きましょう。入るんです。行きましょう。第1巡選択希望選手。オリックス。バファリン。そんな感じで。山田テスト。おー。東京ヤクルト。おー、ありがとうございます。いいね。まずは打撃じゃない。あ、これ開いてますよ。あと、これも開いてます。あ、そうだね。聞きづらい。え、ちょ、ほんまにマジ無理。ほんまに無理。ほんまに無理やわ。え、でもセカンドどうせ被る。あ、だから、テスト、テストサードとか守る。え、ちょ、マジでやばい、マジでやばい。え、それなしにしよう。マジで、それ一番ずるいじゃないですか。だって俺らね、みんな取られてますから。そうだ、取られてる。今宮もいないし。え、そういうこともできんの、これ。そういうことなんですよ。それがこのゲームの怖いところなんですよ。じゃあ取られたら誰か取れるようにしようよ。取られたらない。こっちはもう。だってこんなん無理じゃねえ。怖いもの入ってますよ。だるー。なんかすごい自分自身のルール入ってますよ。うわ、最悪。取っていいよ。よし、菊池。痛いな、これ。ノリさん、行かれてもうた。バランスもね、よくしなきゃ。マジあったわ。うわ、ノリさんの菊池が。菊池とじゃあ、鈴木で交代で。あ、ノリさんの菊池が。あ、あ、あ、うわー。あ、これやばいよ。これだって取られないと思ってね。一気読みたい。おめえ、もう入ってくんなよ。しかもさ、なんかさ、みんな勘違いしちゃってるよね。なんか菊池取れないみたいになってるよね。イメージが。よっ。いらなかったんだよ、みんなセカンドいたから。あと取らなかっただけだ。いや、多分ね、あ、勝手になってたんだ。なんかもう、あ、広島だなみたいな。あー、みたいな。切っちゃそう。お前、俺から取んなよ、マジで。マジで、飛ばせたら。あ、矢部だね、超活躍し。あ、浅村とか取ったよ。浅村はいや、浅村だったよ。サード守れんの。守れない、守れ。浅村ショート。あ、でもショートいけるよ。いや、いいよ。あ、じゃあ、浅村いいの。あ、いいよ、いいよ。いや、いいよ。浅村行こう。待ってくれ。俺、ビリから取るのおかしいじゃん。ビリからはおかしいでしょ。おい。ピッチャー取らなくていい。あ、ピッチャー取ります。お、じゃあピッチャーです。ピッチャー、ラスト1枠ピッチャー。今週部門。あ、ソフトバンクとかいいよ。ソフトバンクとか。ソフトバンクいいから全然取れる。もうだいぶ取れてないです。全然別に取れる。まあ見てみる。いや、もう本当にいないから、マジで。岸で行きましょうか。岸、まあエースだな。岸で行きましょう。岸で、はい。誰と交換しますか。大山かな。燃えないらねえ。はい。はい、ということで、はい、全選手が揃いました。いやー、まさか取られるとは。浅村かい。最悪。お前本当に嫌がらせするから。じゃあオーダーを決めてもらって。オーダー決めましょうか。そうです。7番もあれば8番。はい、9番。うーわー、いい。えぐっ、えぐオーダー。いや、もういクリーンナップえげつなさすぎやろ。ということで、ここでちょっとチーム名来ました。チーム名ここで、個性出るから思うよね。なんだっけ、エビスマスカッツ、
コニシキコリアン。コニシキコリアン。夕張メロンズ巨大ジャイアン。巨大ここにやっぱ割り込んでる。巨大ガイアンみたいな。ジニー、アですから。なるほどね。バカが出てます。ガイアン。ジニー、嫌ですからね。一応あれでジャイアンズと読ませるから。なるほど。なかなかここもなんか割り入って割って入ってくるフィーリングだからフィーリングでバテてバッとフィーリングでまずバテてもう頭の中に寝れる時寝ときやしか出てこないんですよ。寝れる時寝ときや寝れる時寝ときやカタカナ、カタカナで寝れる時寝ときや寝れる時寝ときや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 寝れる時寝ときや寝ときや寝らんのそうなんやすごいなやっぱでもあれかな、ね、やっぱ朝とかのイメージがあるやっぱ寝れる太陽うぜこの顔で言われるの腹立つな寝れる時寝る時やロゴ何にしますかロゴあの結構みんなチーム名なんですけど一人はおしゃれな人がいて、うん、エビスを EBZ って書いてる俺それでエビスって読ませるからかっこいいそういうのはありますあーなるほどユニフォームにしたら超かっこいいからちょっと結構かっこよかったねユニフォーム作りが楽しいからねおはよう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 おはでいいおはおはおはリボンのりさんのチームのパクリですからおいどれがいいですかあそれがいい全部パクっていくだろう色はどっちこれあそれでいきましょう口は口は青かなやっぱ青空これ太陽おおなんか若々しいですねあれじゃん怖そううち逆にオレンジおおかわいい下地は真ん中真ん中で立花水木がおりそうな色は肌の色は黄緑黄緑めちゃくちゃいいメロンズあ白だおおかわいいですねポップユニフォームユニフォームユニフォームやっぱ水色いないでしょ水色いない水色いいねかっこいいいいね水色でオレンジあオレンジおおボスかっこいい新しいそうですねマークのはあオレンジそうですね一番一番ここ難しいな31のアイスクリームすごい美味しそうポップやな黄色にしてみましょうかいや、見にくいな、見にくいな。今日うるさいですね、ちょっとね。僕のチームだ。人のチームだ。俺はもう、菊池取られていらっしゃる。そういうことね。なるほど。つやあり。ありで。ありでしょ。まあ、さっきの水色に合わせて。はいはい。まあ、そうです。今日帽子一緒だから。そうですね。あ、いいね。かわいいボディ下ボディボディバインドしますやっぱ真ん中でしたで、いや、あ、そう、水色だねユニフォームの上にそうだかっこいいオレンジかな逆はいいか口がオレンジでじゃあそっちユニフォーム水色か水色でまあ、色一緒だからそれとも内容オレンジかっこいいどっちだね下上半身と下半身違うし嫌でしょ逆に白でいいかなおーで、オレンジでおー、かわいいあ、いいいいねーまあ、赤にしよう。こんな色のアンダーアーマー、どこで買うの、うん、スパイクは、中央。黄色かな黄色。黄色なんです。すげえ、朝だね。朝ですよ。朝のヨーグルトみたいな。こんなやつで、ね、寝れるとき寝ときやって言われると腹立つな。優しい。優しい寝れるときやって。あ、ありみたいな。野菜もいきましょう。これは、徹底して。かわいい。原宿系なの本当原宿みたいな本当だ一番原宿系これですね綺麗で可愛い原宿だな原
必ず着てるベルトとか、ベルトも、あと逆にバカなんだ。あ、ロゴにする？あ、そうか、ロゴにできる。 OHK、OHA、 おは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 スタ見てる。完全におはスタです。逆にこの人は見える。水着だったら見える。あ、そうか、ユニフォームにつけるのか。お前、一応見える。多分見える、見える。おはうざっ。おはうざいな。いきます。興奮してよ、マジで。はい、ということでホーム球場決めていきましょう。ホーム球場、やっぱ朝ね、やっぱ明るい、なんか朝っぽい、朝っぽいのは河川敷。いや、学校に行きましょう。学校にしましょう。出たー、学校。またちっちゃいグランドや。またホームラン量産。はい、ということで完成。おいや、なかなかいい感じに仕上がってる。もう読みにくい。寝れるときネットキアーズ。ということで、これで、はい、新 SC リーグ参戦かけてくれて、正式に皆さん、ぶっ飛ばしてください。マジでぶっ飛ばされた。ボッコボコにしたら本当に困ってるから、ね、セカンドなんて取ってないから絶対。ただ、あの守備力はマジで、あの守備力リーグ戦やって思ったけど、セカンドめちゃめちゃ重要。でも逆によく怖い、あんま取られてなかった。丸だけだもん。そうだよ、だってお前鈴木誠也も取ったんだ。意外にこいつ上手いことね、他のやつ取らせてね、取らないようにしたら、もうゲスい顔してるもん。ほら、ゲスいよ。じゃあ菊池ぐらいいいじゃないですか。いやでもやっぱ角の選手取られたくなかった。それだったら鈴木誠也取られてほしかったなっていう感じ。はい、ということで次のリーグからはリボンさん3人ということで、はい、はい、ということでチャンネル登録お願いします。